あ、そうそう、いたずらなんだけど、ちょっと話ね、だいぶね、ちょっとオープニングでずれちゃいましたけれども、これいたずら、完全にいたずらなんだが、なんかね、なんでね、ワークマンからね、メール来たのかなって思ったの。今日ワークマンからメール来たんだよ。そう、メールのいたずらなんだけど、ワークマンから、最近なんか企業さんからちょこちょこメールが来てて、ちょっと困ってるんだけど、そう、株式会社ワークマン、石川紀之様、日頃からワークマンをご愛顧いただきありがとうございます。ちょっと文字読めないと思うから俺読みますね。川越宮本店、川越今福店にはいただいたメールの内容であるライブ配信の便所太郎という方が11日、12日にライブ配信のために来店したこと、また今後も来店される可能性があることを伝えました。もしお客様にご迷惑がかかるようなことがございましたら、直ちに注意するように伝えました。またお客様の迷惑行為があった場合は本部にも連絡するように伝えました。この度は迷惑行為防止のためご報告いただきありがとうございましたっていう、これ内容なんだけど、これどういうことかって、これまだ下に文章があるんで、ちょっと後で紹介しますけど、まずわかんないじゃん。意味わかんないじゃん。これ見てね。どういうことかっていうと、便所太郎がおそらく多分仕事道具かなんかを買うために、川越のワークマンに行って配信したんだよ。で、店内で配信するとまずいからっていうので、おそらく、車載でワークマンに向かい、ワークマンの駐車場で配信をつけっぱなしにした状態で、店内で買い物を済ませたんだよね。で、その行為を、おそらく、その視聴者が、リスナーが、俺のメールアドレスと俺の名前を使って、ワークマンの本部に問い合わせしたんだよ。そう。で、その、メールの返答が俺に返ってきたんですよ。だから俺のメールアドレスで送ってるもんだから俺に返ってくるじゃん。そう、俺は Gmail も名前も、公表してるから、俺のメアドと俺の名前使ったのね。そう。だから、本人、そのメール送った本人は自分の名前を伏せて、便所太郎に関することをワークマンにチクれるってことなんよね。そう。で、かつ、もしこういうメールとかがどっかで、漏れたり何かあったとしても、名前は俺だから、俺に来るじゃん。石川がやったのかみたいな。でも俺こんなん知ってないし、やるわけもないしさ。しかも11日、12日さ、俺配信してるし。そう。んで、多分一つのネタもあって、こういうことをしてると思うんだけど、最近こういうのがすごい多いんですよ。その、便所太郎だけじゃなくて、いろんな配信者のクレームを、俺の名前でやるんだよね。そう、俺の名前でやんの。そう。いや、だから多分、俺だとネタになると思ってんですよ。そう。で、俺の場合はさ、文句ある場合はさ、直接本人に言うから、こういうつまんないことしないから、そう。だから、多分、みんなが草を生やすだろう、笑えるだろう。で、かつ、ネタになるだろうと思って、俺の名前使ってんだよ。そう。例えば、これを、ティロフィナーレ香川にしたら、送りそうじゃん、ちょっと。ネタにならんや。なんか、ちょっとやりそうだし。そう。だけど、俺だとさ、ネタになるから、多分、めちゃくちゃ悪用するんですよ。で、多分、俺自身も、こういうのを、放送で多分取り上げると思ってるし、やめろっていうぐらいで終わるだろうから、石川は別に大きく動かないだろうと思ってんだよね。そう。だから余計使われるという。ので、やられたんだけど、いや、ほんとこういうちょっといたずらが最近多いんでね、ちょっとやめていただきたいですし、俺のメールアドレスと名前使っても、その、あなたがメール送信した元のインターネット、そう、例えば IP アドレス、IP 等ありますけど、そこは、変えようがないし、偽装できないので、あくまでメアドと名前を俺使ってるだけなんでね。これがもし大ごとになって、あなたは誰ですかってなった場合、もう俺のところに連絡来ても、俺違いますよってなるから、じゃあ誰がやったのって言って、じゃあ悪質かもしれませんねって言って、改請求があった場合、メールの送り主のところに最終的には行くことになるから、そもそも別に自分のステアド使えば、別にさ、クレームの一つや二つくらい送れるわけだから、あんまり続くとネタにもならんし面白くなくなるんで、やめていただきたいなと思うんですけども、なんで今回こういうのをあえて取り上げたかっていうと、そのね、おそらくリスナーって言ってもアンチズムの強い方だと思うんですよ。ファンチかアンチの方で。こういうメールをみんなで読むことによって、ああ、こうやってやるんだなっていうのをちょっと勉強できるんじゃないかと思って、あえて、ちょっとこれ放送で取り上げております。で、今このカーソルちょっと下の方にすると、その人がどういうメールをワークマンの本部に送ったのかっていうのは見えるわけですよ。そう。で、あえてそれをちょっと読んでいきますので、勉強していきましょう。どういうふうにアンチ行為をしてるのかという。で、これ、返ってきたメールね。今出てるメール内容は、ワークマンから返ってきたメール。
です。はい。で、それが俺のメールアドレスで送られたんで、俺に来ちゃってるっていう内容なんですけど。うん。で、下が、そう、石川のり、俺の名前使って。で、サイズからは何も書いてなくて、店名が、川越宮本店と川越今福店って書いてあるんですよね。で、問い合わせの内容が、問い合わせではなく、迷惑客についての通報ですという。うん。長いの。ワークマンプラス川越宮本店もしくは、ワークマンプラス川越今福店にライブ配信、かっこ生配信で活動している。便所太郎という配信者が9月11日朝9時30分頃及び9月12日日曜日10時頃にライブ配信中に買い物のために来店し、かっこダイハツタント青を店舗駐車場に駐車しております。その際に、ライブ配信中かっこ動画配信中のスマートフォンを車内のダッシュボードに設置し買い物をしています。車内に置いたスマートフォンは動画配信中で、同志が停車した周りの車や同志の車近くを歩行するお客様をずっと定点撮影している状態になっていました。同志が使用しているライブ配信ツールはラジオモードがあり、動画は映さず音声のみで配信を行うモードが用意されていますが、動画配信モードのままでした。同志は仕事としてライブ配信を行っており、ライブ配信の収益を得ております。音店敷地内の、無許可で仕事として配信を行っているのにもかかわらず、他のお客様への配慮を考慮しない迷惑ライブ配信者です。同志が配信をしていたのは、ツイートキャスティング、かっこ、通称ツイキャス。今これ逆ですけどね。うん。今はツイキャスが、正式名でございますけど。ね。という配信サイトです。同志は迷惑行為の常習で、ツイキャスを運営しているモイ株式会社へは、リスナーより同志に関する通報連絡が相当入っているのにもかかわらず、モイ株は同志への対処を行っていない状況です。同志は川越に在住しており、再度音店に来店する旨を配信上で話しておりました。同じような迷惑行為を行う可能性が高いと思われます。他へのお客様への迷惑行為を防止するため、モイ株へ連絡された方がいいのではないかと思い、ご連絡いたしました。同志は、40代、中背、手の甲までタトゥーがあります。9月11日に、インナーウェアと9月12日に5本指ソックス等を購入しているかと思います。同志が来店した配信の録画です。同志が非公開に設定してますが、ツイキャス運営は、確認可能です。以上です。という。うん。まあ、こういうメールだったみたいですね。送ったのがね。で、それを、わしの名前を使ってやってんですよ。わしの名前を。何のことかと思ってこれ来てさ、びっくりしたんですけど、単純にわしの名前とメールアドレスはやめていただきたいというところで、やるなら自分でやってもらいたいっていう。その配信者の迷惑行為を通報したいのにもかかわらず、あなたは俺に迷惑をかけてるわけじゃん。だから、あたおかになっちゃうんだよ。あなたの正義を貫くのであれば、あなたの名義で貫いた方がいいと思うんだよね。だって迷惑行為を許さないって言って行動してるわけでしょ。じゃあ、俺に対する迷惑行為は何なのってなっちゃうの。俺迷惑行為や、そんなの。迷惑を持ってるわけですからね。そう、だからやっぱそこはね、ちゃんとしていただきたいなと思いますよ。はい。うん。内容は置いておいて。なんで俺の名前使うんやって。いや、多分ネタなんだと思う。ね、でもネタだと思うんだけど、内容がガチすぎて、なんかさ、もっとバカみたいな内容だったらさ、あ、ネタなのかなと思うけどさ、なんか内容めっちゃしっかりしとるやん。内容めっちゃしっかりしとるからさ、ネタじゃない気がするんだよね。ただ単になんか自分をこうバラしたくない。そう、自分の個人情報書きたくない。から、多分俺の名前を使って送ったってことでしょ。うん、石川紀之ってだって知らない人からすれば人の名前に聞こえるしね。そう。で、メールアドレスだってちゃんとした Gmail のメールアドレスだから、受け取り手のワークマンからすれば、あ、ちゃんと一人のお客様から、そういうようなお問い合わせがあった、連絡があったと思うわけじゃんか。うん。ただでさえ風俗店からとか、すごい毎日100件ぐらいね、迷惑メールがいっぱい来てるのに、ね、さらにこんなのが来てたら、もう大変なことになっちゃいますので、ね、やめていただきたいなと思いますけどもね。そう、メルマガ限定イベントとかね、今日〇〇さん入りましたとかさ、あとエンバイトの事務所から死ぬほどメール来るしね。うん。頼みますよ、ほんと。うん。いや、困っちゃうから、なんか俺なんかガチな問い合わせ来てもさ、そう、返せないし。うん。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。